私の名前はアイラ、32歳。自慢じゃないが、学生時代からモテモテで恋人は途切れたことはない恋多き女である。さすがに私も30過ぎたので、今付き合っている彼氏と来年には結婚しようと思っている。付き合っている彼氏は同い年の勇気。こいつもなかなかのモテ男だったようだ。俺さ、今まで100人くらいの女と付き合ったことあるからね。はぁ、たったの100人なの？私なんかその倍は付き合ったことあるよ。嘘つくなよ。そんな人数と付き合えるわけないだろ。どうせワンナイトラブでしょうもない男引っ掛けただけだろ。そんなわけないでしょ。みんな私にぞっこんで別れるのに苦労したわ。でも最後はみんな、アイラは最高の女だった、お前の幸せをいつまでも願っているよって言ってくれたわ。あんたこそ尻がる女としか相手してもらえなかったでしょ。そんなわけねえだろ。そこまで言うならどっちがいい恋愛したか勝負しようぜ。いいわよ。どうやって決着つける？うちら来年結婚式あげるだろ。その結婚式にお互いの元彼と元彼しか呼ばないってのはどうよ。昔付き合っていた彼氏彼女の幸せを祝う結婚式に参加するって、相当いい恋愛してないと来ないぜ。ひどい別れ方していたら絶対行かないからな。面白い、受けて立つわ。そして迎えた結婚式当日、お互いの元彼元カノはぴったり30人ずつであった。まあ集まった方だよ。勇気もなかなかのモテ男だったんだね。そういうアイラもな、今回は引き分けだな。ちょっと待ってください。どうしたんだよ彼、元彼の俺が結婚しちまうのが悲しくでもなったか？お前のことなんてどうでもいいのよ。気晴らしに付き合ってあげただけなんだから。それよりアイラ、なんでこんな奴と結婚するの？あなたと付き合っていた頃が忘れられなくて、今でもあなたのことを愛しているわ。え？どうして私じゃダメなの？おい、アイラ、これどういうこと？まあ、そういうことよ。そしたら、カレンは俺の元カノとして来たんじゃなくて、アイラの元カノとして来たわけか。31対29で、お前の勝ちだよ。お嬢さん、こんなとこで泣いてないで。これで涙を拭きなさい。ちょっとヒロト、主役を差し置いて何カッコつけてんの？私の元彼のあなたが出しゃばりすぎ。お黙れこの泥棒猫。あなたとは親の目をごまかすために付き合っただけよ。勇気、私とよりを戻してちょうだい。若い頃の私は責めることしか考えてなくて、あなたを傷つけたわ。今は受けもきっちりできるから、もう一度、私と付き合ってちょうだい。え？ユウキ、これどういうこと？まあ、そういうこと。私とユウキはその後すぐ離婚して、今度はお互い自分に正直に生きていくことにした。こんな結婚式に呼ぶ方も呼ぶ方だけど、来る方も来る方よね。私だったら絶対行かないわ。楽しそうでいいじゃない。私はありだと思うな。じゃあ、元彼から結婚式招待されたら行くの？いや、行かない。なんだよ、それ結局嫌なんじゃん。そもそも結婚式自体すべて行かない。妬みで。まず第一に結婚イコール幸せではない。第二に費用に対してコンテンツの質が低い。第三に生涯の愛を誓うのは嘘。まさかの、意識高いマコなり社長的思考でですか？当然。チャンネル登録、高評価ボタン、よろしくお願いします。